中一の息子英語が苦手です。welcome to 合格ジャンル中一の息子英語が苦手です。お送りいたします。その理由は3つあります。まず1。文字綴り、えー、日本語と違いアルファベットを使いますので、文字綴りが難しくなるのは当然です。2。発音です。日本語と違う発音があります。例えば apple の a は日本語にありません。 L と R の違いも日本語にありません。そういうわけで発音が難しくなります。発音が難しいので、聞き取るときにも難しいということが起こります。3. 文法です。例えば、単数・複数・ B 動詞・一般動詞・三人称・単数・現在知らない用語がどんどん出てきます。これを放置するとどうなってしまうのでしょうか。2年生になって不規則動詞が出てきます。 そこでもうこんなの覚えんの嫌と言って本当に本当に嫌いになってしまう生徒がいますそういう生徒を何人も見てまいりましたじゃあそれではどうしたらいいのでしょうかさあそこからちょっとコマーシャル、えー、相談を受けたまわりますまた体験授業を受けたまわります概要欄 LINE アットにあります Thank you very much see you next time